はい、皆さんこんにちは、ぜひこれ。それでは今回なんですけども、1日限定、折り紙ペイからお得な 20% オフのキャンペーンということで、今回は折り紙ペイからお得なクーポンが配布されたので、早速お伝えしていこうと思います。それでは早速概要からなんですけども、こちら 20% オフのクーポンが3枚もらえるということで、ここに記載されている通り、なんと日付が5月31日金曜日の限定クーポンとなっております。さらに15時から18時のお支払いで、さらに100円オフのクーポンがもらえるということですね。いわゆる今回は今週のプレミアムフライデーに向けてのクーポンということになりますね。で、今回のクーポンの注意点は 20% オフのクーポンというのは5月31日のみのご利用ということと、あとは最大割引金額は1000円というふうになっております。まあなので5000円分までであれば最大1000円まで割引が効くということですね。まあいい例で言うと、まあプレミアムフライデーなので、まあいわゆる花金ですね。なのでまあ飲み会とかでお会計を折り紙ペイで5000円以上決済したら、まあ1000円浮くというようになるので、まあ結構お得にはなるのではないのかなと思います。そしてクーポンのもらい方なんですが、まずこちらの折り紙ペイのアプリを開いたらトップ画面にこの画面が出てくるので、そちらをタップします。でこの画面で 20% オフクーポンを取得で、下にも書いてよる通り3回この取得ボタンを押したら3枚もらえる仕組みという風になっています。でクーポンが取得できたかの確認に関しては、右上のクーポンというところにタップしたら、そしたらここに 20% オフのクーポンというのが並んでいれば取得は完了です。ちなみに使うときは会計時にこのクーポンのどれかを選択していただければ決済で使うことができます。もし画面にクーポンが表示されていない場合は、クーポンからキャンペーンコードというのを入力するところがあるので、そしてキャンペーンコードが今回19531CP を入力すればクーポンの取得ができます。一応あの下の概要欄にもキャンペーンコードを載せていますので、まだこれが画面に表示がされてないとか、まだ取得ができていないっていう方がいれば試していただければと思います。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。折り紙ペイで5月31日しか使えない、そしてもらえないクーポンのお知らせでした。まあ期間はまだ少しあるので、まあぜひ余裕を持ってですね、この動画を見てから取得してみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、いい花金を過ごせるためにもこのクーポンをもらって楽しんでいただければと思いますので、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。